新型スバルレガシーアウトバックと、ボルボ XC70T6 の比較、およびステータスなど数値以外に、購入の決め手はありますか？どちらも当然ローン購入ですが、この2社で迷ってます。ボルボの方が高いですが、信号で並んだりしたら、やはりボルボを購入しとけばよかったと思うか、ボルボのレーザーか、スバルのアイサイトか、など悩んでます。アドバイスよろしくお願いします。レガシー、アウトバックではないからの乗り換えで、ボルボ XC70 に乗って7年になります。今までに、アウトバックにしとけばよかったと思ったことは一度もありません。信号待ちでボルボを購入しておけばよかったというのは、ステータスなどの数値以外の部分から来る劣等感みたいなものです。その気持ちがあなたにある以上、その部分を外したアドバイスをしても意味がないような気もします。ボルボは車作り経営に関して口を出さない代わりに、技術支援をする契約を吉利記者と結び、中国資本になったために、以前よりボルボらしい車になっています。日本で売られている車もスウェーデンやベルギーで作られています。ジャガーもインド資本ですが、同様に英国ブランドを保っています。つまり一般の人、ボルボすごい、生半可通、中国製でしょ、いいチョイスかもね。こんな感じですかね。スバルのインテリセーフティより、ボルボの方が性能がいいです。スバルのインテリセーフティの方が優れている点、誤発進防止装置がついている。ボルボのインテリセーフティの方が優れている点、 ACC と衝突軽減ブレーキ。スバルはカメラなのに対し、ボルボはカメラとミリ波と赤外線も使っている。カメラは人や自転車も検知できるが、認識距離は50メートルほど。また霧や強い逆光など視界不良下では信頼性に欠ける。認識距離がミリ波より短いため、 ACC は加減速が激しくなる。ミリ波の認識距離は70メートル以上。また霧や逆光、雨など視界不良でも問題ないが、かなり高価である。赤外線の認識距離は20メートルほど。幅広くカバーできるが、雨や逆光にかなり弱いが、安価である。ボルボが赤外線をつけている理由は、ミリ波とカメラで衝突軽減ブレーキを起動させ、それでも衝突が不可避かどうか判断するために、プラスアルファとして赤外線がついています。衝突が不可避か判断しなくてはいけない理由は、シートベルトを自動で巻き上げるためです。そしてさらに、衝突がバンパー内のセンサーで感知するとシートベルトが固定されます。これは普通のシートベルトがベルトを強く引っ張らないと固定されないため、引っ張られた分体が前に出るというデメリットを補完するためです。ちなみに ACC 搭載車を売るために国交省交渉したのはボルボです。スバルは ACC の最高設定速度が 114km/h に対し、ボルボは 200km/h まで対応しています。今後高速は 120km/h まで法定速度が引き上げられる可能性が高いです。警察庁は反対していますが、国交省は経済効果や自動車の性能向上に伴い引き上げる方針を、り新東名や常磐は 120km/h に対応できるように設計されています。 BLIS ボルボは後方70メートルからの急接近にも対応しています。後方70メートルに自社と同じ速度の車が走っていても、車線変更による衝突の危険はないですが、自社より格段に速い場合それがあるので、それを防ぐためです。 BLIS を初めて開発したのはボルボです。ちなみに3点式シートベルトも、時速65キロ以上で走行中、カメラにより普段の運転傾向を逸脱した運転がある場合、休憩を促すメッセージを出す機能、追い越し禁止や速度制限をカメラより認識しメータに表示する機能。この点からスバルはカメラがカラーであることを謳っていますが、ボルボも同じカラーであることが確認できます。外車やレクサスは優れていることでも説明されていないことがあるので、ディーラーで細かく聞いた方がいいです。フロントカメラ、車体先端についており、見通しの悪い道へ入るときに使用するカメラ。
アダクティブライト、アダクティブハイビーム、自動防まばゆルームミラー、サイドミラー、後方からの衝突された時にシートが動き、鞭打ちを軽減する機能、歩行者用エアバッグ、 PM2.5 の 95% カットエアコンフィルター、空気検知ウル自動リサキュレーション、トップセーフティーピックパスという最もクリアの難しい衝突試験。スバルは7車種中レガシー B4 のみクリア、ボルボは4車種中4車種すべてクリア。車種は米国で販売されている車から無作為選ばれます。車体全部の4分の1を壁に衝突させる試験でかなり削ぎ落とされます。それを B4 がクリアした理由は、エンジンルームの設計上フレーム幅を広く取る必要があったためだそうです。ボルボは自社基準で車体全部の4分の1が衝突しても室内に影響を及ばさない設計にしています。2012年時点で試験を受けた中で全車種クリアしたのはボルボだけです。レクサスは1車種を除き全てクリアしました。